こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は広い海域を防衛するため、護衛艦伊豆モノ回収計画により、F-35B ステルス戦闘機を艦載可能な空母へと防衛力を変更してきた。米国から F-35B ステルス戦闘機を追加購入する予定だ。しかし、気になるのがお隣の韓国だが、なんだか韓国も F-35B 戦闘機の導入計画を打ち出した。あくまで私の考えですが、韓国は北朝鮮を考えて軍事装備を検討するのではないでしょうか。いらないものを購入しなくてもね。では詳しく見ていきますね。2020年8月25日に韓国メディアである朝鮮日報は、韓国が建造を計画中の3万トン型軽空母の艦載機として、ロッキード・マーチン社の F-35B ライトニングに戦闘機の導入を決めたと報じた。韓国の3万トン型軽空母は、2019年頃から、現文政権の主導で計画を本格化させているもので、それまでは中国や北朝鮮への配慮から、大型輸送艦と称してきた艦艇の計画を改めたものだ。今回の中央日報の記事によれば、韓国は従来の F-35 ライトニングに戦闘機の導入に加え、40機を追加し、その内訳は3万トン型軽空母用の B 型と、通常滑走路用の A 型を各20機ずつ、だという。すでに、ここのところ、韓国が3万トン型軽空母の建造に、並々ならぬ、前向きな姿勢を見せ始めたことは、よく知られているが、決して、政府と海軍、空軍が一枚岩とは言い難い状況のようだ。3万トン型軽空母の建造に意欲的なのは現文政権だと見られているが、兵器としての有用性よりも航空母艦を韓国も保有するという政治的なアピールの面が強いとの見方も多い。これは中国の航空母艦建造や日本の護衛艦出雲、加賀の航空母艦化改修の動きの中で、韓国も航空母艦の保有を打ち出すことで、広く世論の支持を集めたいとの思惑が見え隠れする。というのも、韓国空軍は予定されていた F-35A ライトニングに戦闘機の予算を3万トン型軽空母艦載機用の B 型に転用されることには、反対する姿勢を見せており、あくまで別での捻出を求めている。韓国空軍がこうした姿勢を取る背景には、そもそも F-35 ライトニングに、戦闘機の B 型は、兵装の搭載容量で A 型に劣り、かつまた運用効率上からも、A 型に一本化することを望んでいるからだ。逆に、韓国海軍は、現文政権が主導する A 型機予算を B 型機に転用することに対し、新規での予算調達や手続き、運用体制構築の手間を省くことができると考えていたものの、空軍の態度に当てが外れたと見える。これに、韓国の防衛事業庁も絡み、3万トン型軽空母建造における主導権争いの様相を呈し、政府、空軍、海軍の3者の思惑が入り乱れ、
かなり混乱した状況に陥っているのは実情のようだ。日本でも護衛艦、出雲、加賀の航空母艦となるこれら艦艇の所属は、海上自衛隊、艦載機となる F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の所属は、航空自衛隊の形式をとるが、これは、韓国も同様の運用想定といえる。その中で、予算確保、人員から運用体制の構築まで含めたコンセンサスの、形成が不十分なまま、3万トン型軽空母を建造することありきで、動き出した韓国内での体制が、齟齬をきたしたとは、ダメには映る。それでも、韓国は、3万トン型軽空母を、2030年頃までに建造する。計画としているが、実は、肝心の艦載機となる予定の F-35B ライトニングに、戦闘機の正式な購入契約を交わしてはいない状態だ。そのため、F-35B ライトニングに戦闘機を要するロッキード。マーチン社からは、契約前の同機に関する情報提供を拒まれており、建造計画と並行して、準備を進めたい韓国の計算は狂ってきている。韓国は3万トン型軽空母の大枠の設計を2020年の末までには終えたいとの希望的観測に従って進めているが、それに必要な F-35B ライトニング2戦闘機の情報は前述のように得られないままだ。アメリカは自国の反対を無視して、ロシア製の S-400 ミサイルを導入した。トルコに対し、予定されていた F-35A ライトニング2戦闘機の引き渡しを中止したが、韓国の姿勢によっては、同様の対応も考えられる。在韓米軍の駐留経費問題で大幅増を突きつけられている韓国は、その問題から在韓米軍の縮小方向に動く可能性もあり、そうなると、ますます中国への傾斜を強くする可能性も出てくるかもしれない。もちろん、韓国が今以上に中国に近くなれば、アメリカが韓国への武器売却を渋ることも想定される上、そもそも韓国は導入済みの F-35A ライトニング2戦闘機のメンテナンス先についても揉めている。これはアジア太平洋地域の F-35 ライトニング2戦闘機は日本の愛知県に置かれた三菱重工業の専用施設でメンテナンスを行うことが義務付けられていることを韓国の都合で事後に拒否している問題だ。日本以外にもアジア太平洋地域のメンテナンス拠点はオーストラリアにもあるが、ここに韓国が保有する F-35 ライトニングに戦闘機を飛ばすためにはグアム島などを経由し2日以上かかるため、これも拒否している。こうした状況を考えた場合に、韓国内でも3万トン型軽空母を保有すること自体に必然性がないと指摘する声も上がっており、韓国がどう諸問題に折り合いをつけるのかが注目される。